ブラックとか。俺は結構ボリビアがうまいっすね。この後一応カミールいるんでワンチャンキル狙えるんですけど、ボリビアベイトしてフラッシュないんでダブルうまかった。うまい、おそれはうまい、それはちょっとうますぎます、ね、いやちょっと今出ましたね、うまいプレイが出会ったんですよ。たまに出るんですよ。これはもう深みですね。いやこれ、これ、下がんないで。え、もうこれプッシュですか？なるほど。ウェーブがやばいっすよ。はい。で結構、セイフトネスあるんで、はい。割と強気にボリビアとかを殴って、わかりました。カラスした方がいいっすね。なんか、ここで、ロングソードとか買ってない分、AD 上がってないんで、そこをこう、セイフトネスの MS でカバーする感じで、こう、オートアタックして、削るって感じですよ。一応アッシュとかに殴りに行くときは、はい、アッシュが W 使った後に殴りに行くのがいい。そしたらスキルないんで Q とオートアタックしたらダメ取れ勝ちます。でターリックのヒールもあるんで、やばい、これやばい、これはやばい、あやばい、あでもベイトできる、ベイトできる、ベイトできる、行きましょう行きましょう、行きましょう、これ、うんうまい、え、いいですね、ナイス、素晴らしい、素晴らしいです、カバープレイが素晴らしいのが出ました。寄ってる、あ、これラッシュ行きましょう行きましょう、ゆっくりやってる、フラッシュで、あ、いける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 、ウルトを展開しましょう、いきます、いきます、足足足足、ボリビア、ボリビア、チキンちゃん行きますね、これ、あの、ミニオンに削られて、あなたのチャンピオンが倒されました。ミニオンになんかヘルスすいません、僕ちょっと画面共有だったなんか詳細に見えないからごめんなさい、ちょっと俺あんな削れてたな。まあなんか今みたいな感じで味方寄ってたじゃないですか、はい、ベルコズとカミールが、はい、なんかあんな感じでファイトしたら相手も戦ってくるんですよね、こっちの方が不利なんで。そうですね、はい、な感じでベイトとかもできたら結構ガンクとかも刺さりやすくなるんで、まあただ相手の TP がまでちょっと考えれなかったんで、次 TP ないんでもう一回演技してってことですよね。そうですね、結構演技重要っすね。シャットダウン、ナイス、おおナイス、やばい、ターリックが、あ、おいいよ、あー4発目倒し、Q が届け、おー当たった、うまい、うまいです、ほっからうまいっすよ、これゆっくりゆっくりゆっくり、ファイトしてファイトして、ダブルダブル当てれるか、いきます、あーアルティメットいきます、あ、いける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 、あそこでアルティメットまずいっす。いやまあでもでもでも足倒したんで、足倒したんでね、はい、よさすがっす、あの判断めっちゃよかったです。これはもうお、エロルド映った、これ行きましょう行きましょう、お、ボリボリボリ、行けれるかな、上に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 行けるか、バックバックバック、チャリコピーバックできるか、これはいきます、おお、うまい、いける、アルティメット、アルティメット、2発、3発、頼む、よし、おい、ダブル、あ、大丈夫ですね、あ、おりおりおり、ベルコズ当たりそう、ベルコズ、ダブルダブルダブル、ダブルいきます、ダブル、ダブルが見えない、あ、惜しい、あ、いい上がりそう、これタワー行っていいですか、これ味方のタワーが上がってますよ、プッシュし終わったらトップに合流すると思う。ああ、カミールが強い。おお、強い。これカバーしましょう。OK。オリアナロールと考えてる。やっぱ。ああ、大丈夫、大丈夫。オリ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 。ここ。オリオリ。ああ、惜しい。OK。ナイス。もう一回。もう一回。ラスト。OK。これフラッシュですね。スタートっちゃいましょう。しっかりカミールファイト始まったら。カバーできてたんで、いい感じですか、はい、いやめっちゃいいと思いますよ、これは全然、はい、
完璧だと思います。さすがっす。さすがっす。うめえなーコーチング。どっちか派が分かれそうだな。超雷神の スパルタ派か、ゆとりもやしさんの優しく教える派か。でもどっちもいいんじゃないですか、人によって。どっちもどっちっすね、はいはい、俺はゆとりさんの方が好きです。ありがとうございます。俺はゆとりさんの方が好きです。あー採用お願い。ボットのタワーを守って。味方のタワーが破壊されました。あっ、本当だ。できるか。ヒッヒッ、本当にある。やーべー、あーあーあああやらかした。今のやらかしたな。まあちょっと噛み合わなかったですね。早く最後うまくにゴールできてたらタワー守れたし。うん、わあカミールがうまいな。俺は勝ちたい。オリアナ見て、オリアナ見て。トル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 。おいけるいける、強い。カミールが強すぎる。はい、これ GG ですかね。いやでももうジンの動きとしては完璧だったと思います。あ、ウェーブコントロールがあれっすね。はいはい、数こなしていかないとパターンが分かんなくて。そうですね、なんかある程度こう意識してやっていけば。おお、いやもうこれ慣れてるからもうドラッグシールドなんですね。あ、もうドラッグシールドです。ドラッグ行ったことないですな。なもう絶対に霊に耐える。はい、あー僕ならドラケンっすね。マジっすか。あのモルガナトゥイッチで人物なんで相手ハラスしてこないじゃないですか。なるほど、はい、なんでドラケンの方がやっぱファイ、戦闘能力高いんで。マジかよ、ドラケンっすね。一度も行ったことない。マジか、そっか。まあちょっとこれはどう生きてるんですけど、多分釣ってそうっすね。陣が下がってるんで。うまくいけますかね。うまい。うわ入った。うまい。モルガの Q やってたいんだ。うまい。キル取れそう。フラッシュ考えてもらわないし。まあでもなんかこんな感じでちゃんとファームして耐えてたら、はい、あチャンス回ってくる。これでいいと思います。ティッチとかは特に。これウェーブさっき言ってたあれなんで、俺トップ行っていいっすよね。あ、これ今はミッドに行った方がいいっす。ミッドに、ミッドミッド。ツイッチなんで、はい、一応こういう時で相手のトップかボットか分かんないじゃないですか。はい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 。そういう時はミッドに行って、はい、相手が見えたらそっちの方に行けばいい。ああ、なるほど。トップに見えたんで、あ、ボットにジャックス見えたんでトップに行くって感じですね。ツ、はい、イッチができるのは、まあ、ステルス化って正直ゼドとかをアサシンするんですけど。ゼドに行くんですか。そうですね。ゼドが W とかウルトをゾイン使ったら普通に殺せるんで、相手スキル使うのを待ってアサシンって感じですね、はい、こういう相手は。でも基本的に押し付けてバックして押し付けてバックしてっていうのを繰り返してチャンスがあればそこを狙っていく感じです。やっぱりうわやばい、バックしよう。いやモルガナそれは半端ない。え、半端ない、危ないよ。あ、でも釣れた。グラフ気をつけて。あ、いけそう、ブリッツ。ギャッ！うわー、いやー。敵のダブルキル。味方がタワーを破壊しました。これはまあ、しゃあないです。事故っすね。ファームしてアサシン狙って、ファームしてアサシン狙ってでいいんですよね。あ、そうです。ツイッチはそうですね。わかりました。ここはワンチャンスですかね、ファイト。リン15なんだ。見せるならここですかね。めちゃくちゃ強い。まあうまくゼドをいなせればって感じですけど。ほぼ、お、ゾイ刺さったぞ。ゼドのウルトないかな。あー、うまく。マジありそう、これ。ジャイルス。あー、なんか。ウルト気をつけて。あー、オッケー。
うわ、ワンチャンあるかな。届くかな、それ。敵のレジェンダリー。だ。いやー、これジンが。ジンまで行けなさそう。バックバック。無理だ。うわ。シャットダウン。お疲れ様です。じゃあちょっと、はいはい、今日は勝まで行きますか、ゆとりさん。マジっすか。ダメですか。あれ、いや、いいっすよ、行きますか。じゃあ次、そうですよね。あ、びっくりした。終わるなんて言わないですよ、僕は。じゃあ次ジンでいいっすか。次ジン。どういうことですか。どういうことですか。次ジンがいいですか。はい、次ジンがいいんじゃないですかね。わかりました。じゃあジンで行きましょうかね。はい、ジンで行きましょう。あと一応ルーンか、これリーサルテンポの方がいいっすね、アッシュは。俺いつもこれ死なないように持ってきてるんですよね。リーサル一択ですか。もうそのレベル1とか序盤からリーサルテンポ強くて、アッシュはプッシュもエース上がってできるんで、わかりました。まあ、リーサルがいいかなって感じなんですけど、まあでも全然その問題ないと思います。そのアッシュ結局アルティメット当たるか当たんないかでもう本当に差が出てくるのでですね。だからフリートフットワークを溜まった時に、まあ、できればボリビアがなんか前目のポジションいたらボリビア殴るとかっていうの感じで意識してれば、わかりました。はい、回復するんで、まあ、バルスのいい当たんないようにちょっと気をつける感じですか。まあ、相手バックしましたね。多分これ真っ最ワード映ってるんで、あ、今カバーしに行った方がいいっす。いい使って、あ、今狙いましょう。バルススローでフラッシュ考えて、フラッシュフラッシュフラッシュフィール、あ、ナイス、うまい。スタイの火力すごいな。なんか正直な話、フリートフットワークだったらストームレーザーとかもいいかもしれないですね、はい。クリットでちょっとスケールするんで、フリートフットワークの回復量が、はい、だからリーサルテンポだったらその OK のパッシブとエース上がってシナジーあるんですけどっていう感じですね。基本的にはリーサルがいいですよね。はい、そうですね、やっぱリーサルの方が強いですね。パッシブのエース上昇とかもあるんで、パッシブじゃない Q の、はい、なんかもしストームレーザーでフリートフットワークの場合だったら、そのクリットごとにフリートフットワーク発動させたりして、その回答もしやすくなるんで、さかわしたりする。あ、でもバルス死んだな。違う違う、これヒール考えてマスターイン。うわー、クイーン来てるのか、これ。はい、いける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 。こういこう。ビクター来るんで、ゆっくりいく。そうっすね。これ、スロースロースロー。9で。いらっしゃるかな、ファイトしながら。ナイス、うまい、ナイス。うわ、気をつけて。ホーム、ヘルスない。まだもない。無理か。無理っすね。ナイス。ミッド気をつけた方がいいっすね。カバーできるかな。でもバルス見た方がいいか。お金ねえな、それ。これ。これとちょっとない。バックバックバック。いいよ、使って。ミッドら辺にいい使った方がいいですね。なるほど。バルス、バルス、ウルト、ウルト。ああ、上がってないか。惜しい。次、これ狙えるバルス。うまく。味方が倒されました。あー、カミール来ちゃってる。ラッシュで。あー、無理だ。いやー、いけるか。あー、惜しい。終わったし。あ、ついにも。いや、でもアッシュめっちゃダメトレもレンジカーニも結構。どれが一番良かったですか、今日やった僕の ADC の中で。アッシュが一番いいんじゃないですか、見た感じ。良かった。はいはいはい、なるほど。次にジンですかね。あれ、スイッチは？あれ、結構やりましたね。俺1時間半ぐらいで終わると思ったんですけど、すいません、なんか。いや、全然楽しかったんで。次はあれですね、YouTube の方で僕とデュオしてください。はい、そうですね、デュオ企画で。はい。はい、最後ちょっと、はい、あのゆとりさんのまた YouTube のチャンネルを貼っておきますので、ここで ADC の解説を出しているので、はい、よかったら見てください。そうです、配信の方も YouTube でやってるんで、まあよかったら見に来てもらえたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた
はい、お願いします。利用企画で、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。助かりました。はい、じゃあお疲れ様です。